世界の卒業生とつながろう、メキシコよりボンディアを始めたいと思います。で、私は、モデレーターを務めます。1992年卒業の竹下幸次郎と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、今回のスピーカーとして、1986年卒、現在メキシコシティに在住されております味の素でメキコ勤務の姫岡武様をお招きしております。姫岡さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こちらおはようございますですけども、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初にですね、自己紹介も兼ねて、現在お住まいのメキシコシティについて教えていただきたいと思いますけれども、合わせてあと新型コロナの影響とか、最近の身の回りの状況を教えていただけますでしょうか。はい。では、まず私の自己紹介を簡単に、スライドを踏まえてさせていただきます。私はですね、昭和37年、4月6日に、大阪で、生まれました。で、物心ついた頃から、奈良に住んでおりまして、高校はですね、大阪明星高校というところを卒業して、1981年の4月ですね、上智大学の、ポルトガル語学科に、入学いたしました。大学時代、クラブは、応援団でございます。で、あと、1984年から、これは大学4年生になりますけども、ブラジル、ポルトアレグレ、プッキーレスに、1年間、留学もしくは留学ということで、ブラジルに行きまして、ここで非常にブラジルが好きになり、その後のですね、私の人生に大きな影響を与えたという留学でした。で、現在、子供は2人おりまして、長男が29歳、現在、デンマークの方で、コペンハーゲン大学で勤めております。あと、長女が24歳。今、まだですね、学生をやっておりまして、バンクーバーで、勉学に励んでいるという、状況です。で、趣味といたしましては、いろいろとかじるのが好きなもんですから、多岐にわたるんですけども、イメージ、まずは、今、ゴルフですね。ゴルフを、週に1回から2回、週末、やるような頻度で、やっています。で、あと、日本にいるときはですね、ロードバイク、をやったりですね、簡単なトレッキングっていうような、どちらかというと、体をこう動かすことが、好きな、それ以外としましては、いわゆる、鉄ちゃんと言われる、鉄道が好きということで、見る、乗る、撮る、そういったことを、やっていました。あと、趣味ではないんですけども、車の運転が、好きで、この車の中では、ミーハーでありますけども、BMW が、今でも 気に入っていると。こんな感じです。なるほど、写なる真をほど。ちょっと3枚入れてますけども、1歳の頃、あとこの真ん中のヒョルジャネイロは、留学の時に写した写真、この左側が私です。あと、ホールインワンは2回ということで、この写真、バングラデシュで、ホールインワンを達成した時に、友人から撮ってもらった写真になります。ありがとうございます。あれですね、じゃあご家族も、じゃあもう世界各国にこう散らばって今生活されてるというそうですね。そんな感ちじりなんちですばらばらね。ですね。はい。インターナショナルな家族で。そうですか。はい。ご趣味は、じゃあその今ゴルフをおやりになるということでしたけれど、他の、じゃあそのロードバイクですとかトレッキングとか鉄道はなかなかメキシコでは難しいんでしょうか？もう今はゴルフ一本です。そうです日本か。に帰ればまたロードバイクをやったりですね。山に行ったりと、一体のこと。あと友人と鉄道の写真撮りに行く、こういったことをやりたいなと考えています。なるほど。この映像、結構ポルトガル語学科の OB の方、OG の方、ご覧になってると思うんですけど、
ブラジルの留学、まあ、留学と括弧で書いてありますけれども、いかがでしたですか？何か思い出とかありましたら、一つ二つ紹介いただけますか？まあ、非常にまあ、当時22歳か3歳、22歳ぐらいで行ったのかな、まあ、初めての外国ということで、忘れもしない2月の14日でして、うまくバレンタインデーを避けられたなと。で、真冬の日本からですね、真夏のブラジルに行った時の、空の青さと暑さには驚きました。で、1年間ですね、プッキーに通ってですね、そこで単位を取れたっていうのが非常にまあ自信になったということ。まあ、おそらくはっきり覚えてませんけど、3ヶ月、2ヶ月ぐらいは、授業に出ても先生が言ってることがよく分からなかったのが、あるタイミングで、スーッと耳に、言葉が入って理解できるようになったっていう、その段階があったんですけど、それを非常に覚えています。なるほで、ど。はい。まあ、ブラジルで楽しかったことっていうのは、寮にいたもんですから、そこにいたブラジル人、あと日系ブラジル人たちといろいろと話ができて、まあ、彼らの考え方とかですね、日本の社会と違うところというのを勉強できたこと。まあ、これが非常に私にとっては良かったかなな。で、るほど。ちょっとこう私がエピソードとして、やっぱりびっくりしたのが、リオデジャネイロに初めて行って、今日のカーニバルを見に行く途中のバスの中でですね、早速、スリに遭ったと。まあ、最初からそのために、紙幣をですね、靴下の中に入れたり、ポケットには、捨て金を入れたりしてたんですけども、それを、まあ、おそらく色もまだ日焼けしてなかったので、外国人と観光客ということで、もうすぐ目につけ、ターゲットにされたと思うんですけど、あっという間に盗まれてしまったというのは、いまだによく覚えている出来事です。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。その後もブラジルは何回も行かれたりしているんですか、お仕事で。そうですね。その後、赴任で5年間、あと、出張で、東京から何度か、サンパウロになりますけども、直近では2年前ですね、メキシコから会議で、ブラジルで、まあ、10年ぶりぐらいでしたか。非常に懐かしかったです。なるほどですね。はい。ではまたそのお仕事の話も後ほど伺はい。いたしますけれども、まずはじゃあその、次にメキシコの概略ですとか、地域ですとか、そちらの状況を教えていただけますでしょうか。はい、承知しました。では、スライドを変えます。メキシコですけども、これちょっとすいません。英語で、記載しておりますが、独立がですね、1810年の、9月の16日ということで、来月になります。人口が、1億2800万ということで、日本とほぼほぼ一緒、若干、多いかなという感じです。人口増加率は、1.04%。で、右側に、グラフを入れておりますけども、これが人口分布図になります。青帯が男性、赤帯が女性で、まあ、ほぼほぼ、年代別にですね、まあ、裾広がり、若干絞られてきてはいますけども、まあ、現在のところまだ、人口は伸びとるということで、よく言われる人口のボーナスというやつですね。というところでも、部分が今後も経済成長率には大きなポイントになっているのかなというふうに思います。で、公用語は、スペイン語になります。で、国土面積は、日本の、まあ、約5倍と。まあ、ブラジルが確か23.5倍ぐらいのはずでしたから、まあ、それよりは小さいですけども、日本の5倍の面積を有すると。宗教は、カソリックが中心です。あと、政治制度ですけども、大統領制です。で、ここはですね、まあ、直接選挙で大統領を選ばれるんですけども、任期は6年で、あ、1期6年です。再選はできません。現在の大統領がアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールと、
通称アムロと言われておりますけども、2018年の12月1日に就任して現在に至っています。あと、議会制度、議会がセネット・チャンバー・オブ・デピティーズということで、それぞれ6年と3年の任期といったような政治体制になっています。あと、若干ですね、経済のインデックスに、触れますが、GDP は、現在のところ、およそ1万米ドルになります。で、経済成長率、これは昨年度の数字になりますけども、マイナスの0.3%ということで、従来、経済成長がコンスタントに続いておったんですけども、現在のですね、安室政権になってから、直接投資、ここが大幅に今、減ったということと、あまり経済活動に対する、対応が十分でないということもありまして、昨年度の経済成長率はマイナスに転じております。で、年間のインフレ率はおよそ3%ということで、これは一昨年が7%強ぐらいでしたので、経済成長の鈍化に伴ってインフレも若干下がってきているかなと。で、現在、対米ドルに対しての為替は22前後で推移をしております。ここ19ペソぐらいで今年の2月ぐらいまで来ておったんですが、このコロナによる経済減速、世界的な経済減速、あとポイントとして、原油価格が一時期暴落をし、メキシコも産油国でありますので、それによってペソがかなりデバリューいたしました。最大で25ペソぐらいまでになったんですけども、その後、サウジ、ロシア等の減産等々でですね、原油価格がやや持ち直し、それと合わせてメキシコのペソも少し持ち直したと、いったような状況でございます。なるほど。はい。じゃあ続いてよろしいですはい、か？どうぞ。はい。はい。で、3つ目ということで、メキシコシティについて簡単に、させていただきます。メキシコシティ、行政区としての市としての人口は約900万人になります。ただ、この900万人プラス、その周辺都市、これはメキシコ州になりますが、その周辺都市を合わすと、およそ2200万という、かなり、大きなですね、都市を構成しています。で、標高が2200メーターということで、かなり、高いところにあります。おおよその企業では高地休暇っていうものを取ったりしますし、あと、敏感な方はですね、やはり頭痛とか、あと夜眠れないといったような症状を訴える方もいます。私の場合はそういうことはなかったんですが、やはり眠りが浅いっていうのは、未だにあります。あと、階段を2、3回登るとですね、簡単に息切れをする。はい。というのが、生理的な特徴として、ここに、いらっしゃる日本人の皆さんが、異鼓動に、言う症状ですね。あと、最近私はあんまりお酒飲まないんですけど、やはり、アルコールの回りが早いということも、標高によってですね、現れる、症状になります。で、在留は、およそメキシコシティで3000人、全土で1万2000人。当然、メキシコは首都ですので、大体日本、在留邦人は首都に固まる、かとは思うんですが、メキシコの場合は自動車産業さん等が、地方にですね、工場を、建てて進出をし、そこに、勤務される方々っていうのが、かなりいらっしゃるということかと思います。
で、下の、表はですね、気候を表しているんですけども、現在、8月ですね、23.3度が平均、最高気温ですね、最低気温が12度ちゃんと。で、ここをご覧になっていただくと分かると思うんですけど、3、4、5の方が8月、7、8、9と。いう、月よりも最高気温高いです。で、メキシコシティの場合は、雨季と乾季に分かれてまして、雨季が、およそ大体6月ぐらいから10月ぐらいまでです。11月ぐらい入るかな。で、乾季が12月から、4月、5月と。で、この乾季の4月、5月ぐらいが、一番暑い時期になります。で、北半球なので、夏になると気温上がるはずですが、その、雨季によって雨が降ると一気に気温が下がる。朝晩は、これはおそらく海抜によるでしょうけども、冷えるという、そんな気候になります。で、今、日本は非常に猛暑で皆さん大変かと思いますけど、私は今このように長袖です。で、街中を歩く人もですね、朝出勤するときは、オーバーを着たりですね、あとチャレッコって言って、チョッキみたいな服を着て、で、日中暑くなってくるとそれを脱いで半袖になる。また夜は、寒いので、上着を羽織るといったようなですね、なんとなく一日の間に、春夏秋冬があるといったような、そんな環境です。で、ここにちょっと書いてあるのも、湿度が非常に低いので過ごしやすいです。洗濯物があっという間に乾きますね。なるほど。ありがとうございます。あれですね、南米の他の都市でも標高が高いところは日照差の方が大きいなんていう話がよく聞かれますけれども、メキシコも同じような感じで、朝と夜、昼で全くこう気候が違うというような感じだということですね。そそのれ通にりしです。ても非常に若い国というイメージがありますけれども、経済の方はじゃあちょっと今、元気がなくなっていて、インフレかなり低いですよね。指標金利、確かこの間、また引き下げてかなり低い水準になりましたですよね。じゃあ、あまり需要は今盛り上がってないという感じなんでしょうかね。そうですね。全般的に経済については、厳しい見方をする、専門家が多いです。なるほど。で、先ほどの原油価格と為替レートの話がございましたけれども、やはりその原油価格のその動向っていうのはかなり為替には影響するんですか、それともこの時期だからという、この時期たまたま注目されてたということなのか、そのあたりいかがでしょ非常に敏感です。で、メキシコの、対米ドルの、価値を設定するにあたっては、やはりまずは原油価格、それとやはり他の新興国と共通項がありますけれども、アメリカのですね、金利、これによって、各国、メキシコのですね、金利政策、ここのそのバランスによってですね、為替に、影響が出てくるというのが、この2つのファクターが中心になって、為替が動くというポイントになります。なるほど。米国と、それから原油ですね。そうですね。ありがとうございます。在留邦人は、この5、6年でだいぶ急に増えたというふうに認識しておりますけれども。じゃあ、それに従って、後ほど話があると思いますけれども、日本食の環境とかもだいぶ変わってきてるんでしょうね。そうですね。私が2016年の7月にこちらに赴任をして以降もですね、かなり日本食も増えてきておりますので、その話はまた後ほどお聞かせいただきます。ありがとうございます。あとコロナですかね。そうですね。簡単に言えば。
コロナについては、ちょっと資料は作っておりませんで、直近の数字ということで、申し上げますと、昨日で、累計の感染者数が、58万5738人と、例の、ジョン・ホプキンス大学ですか、これの数字になります。で、死者数が、6万3000人弱ですか。で、死亡率ということで言うと、11%近い、数字ということで、感染者数では世界で8番目、死亡者数では世界で3番目ということで、あまり日本では、インド、ブラジル、アメリカ等々のニュースで、影に隠れてますけど、かなり、深刻な状況が、続いているという状況です。日本よりもですね、非常事態宣言といいますか、外出の自粛とか、まあ、いわゆるステイホームですね、そういったものの対策は、メキシコの方が早くて、3月の最終週から、事務所での勤務、またレストラン等々が閉鎖になり、これは強制ではないんですけども、日本のと同じように、勧告というのか、推奨というのか。で、それが、現在も続いています。6月末から、辛抱政策ということで、赤、オレンジ、黄色、緑、まあ、青ですね。この段階によって、色分けによって、レストランの屋内での、席数、これを、まあ、50%開けていいよ、70%にしていいよ、そういった段階的な、制限緩和の指標を持って動いておるんですけど、まあ、今、ほぼほぼですね、メキシコシティを含む、その他の主要な州では、一番厳しい赤の次の段階の、オレンジで、制限を持ちつつ、経済活動が、まあ、徐々に再開をされている、そんな状況ですが、毎日そうですね、だいたい6000人ぐらいの感染者数、この1週間、2週間で、少し、そのトレンドは、増加トレンドには歯止めがかかってきてるんですけど、まあ、マックスで9500人、明日は1万人かなと思ったんですけど、少しそこから下がってきてると。どこの国でも言われていることですけど、本当にその数字が公式な実態を表しているのかというと、まあ、おそらく違うであろうと。まあ、PCR 検査というのも、他のブラジルとか南米諸国に比べても非常に低いというようなこともありますので、まあ、実際のところ、幅はありますけど、3倍から5倍の、感染者数は、実態としているであろうというのが、一般的な見方になります。まあ、面白いのは、やはりその経済格差とか社会的なその格差がある中で、下層階級の人たちっていうのは、まだそのこのコロナっていうものが政府の、デマであるということを信じない人がたくさんいると、言ったようなこととか、そうなんですか。病院に行くとですね、コロナっていうのが分かって、殺されてしまうと。いうふうに真剣に病院に行くことを拒む人もいるというようなことも新聞で言いますので、まあ、そこら辺の実態というのはですね、新聞公式な数字で表せるよりもですね、いろんなドラマが生まれて、起きてるのかなというふうに見ております。なるほどですね。だいぶ状況が分かりました。ありがとうございました。では、次に参りましょうか。メキシコのイメージですとか、それからアメリカとの関係でございますね。よくニュースでも耳にしますけれども、そのあたりをご説明いただけますか。わかりました。まずこれは余興ということで、皆さんが、持ってらっしゃる、メキシコに対するイメージと、まあ、ちょっとステレオタイプというふうに入れてますけど、これちょっと簡単に紹介しつつ、
メキシコについてご紹介します。まずはメキシコというと、太陽、あとサボテンというのをイメージされる方が多いかなと思います。ここメキシコシティにおいては、先ほど申し上げたように海抜のこともありまして、そんなにですね、暑いということもなく、サボテンを見るのも郊外に行ってようやくという感じで、あまりその、都市の中にいるとですね、他の国と変わらないような、雰囲気ですけども、国全体で見ると、太陽がきらめく、下にあります、カリブ海、これはカンクンの写真ですけども、太陽が非常に、強くてですね、コバルトブルーの、海が広がっているという、感じです。で、あと、お酒を飲む方ならご存知かも分かりませんが、テキーラも非常に、有名な国です。で、このテキーラっていうのは、商品の名前ではなくてですね、ハリスコ州というところにあるテキーラという町で、サボテンの種類ちょっと今忘れましたけども、そこから作られる蒸留酒になります。ですので、もし、同じ原料、同じ製法で、作っても、テキーラ以外の町で作られたものがテキーラとは言えないというのは、あまりご存知の方はいらっしゃらないのかなと思いますが、そういう、飲み物です。で、その横の、ルチャリーブレですね。覆面をかぶったプロレスラーが、死闘を繰り広げると。もう明らかにですね、ヒールがいまして、それと、善玉との戦いで、どの試合もですね、最終的には、ヒーローが勝つという非常に、単純明快なストーリーですけども、これをですね、私、日本にいるとき、小学生の頃にプロレスがテレビでやった頃には見てましたけど、それ以降ほとんどプロレスを見る機会はありませんでしたが、こちらに来て、今2回、3回行きました。あ、非そう常ですに、か。見てて楽しいです。その、監督のストーリーをさることながら、彼らが非常にパフォーマンス高いんですね。で、運動神経高いもんですから、本当に空中戦があったりとかですね、見ていて飽きません。で、それ以外に面白いのは、周りの観客がですね、大喜びをして、叫んでいる、その姿を見るのも結構面白いです。裏若き女性がですね、大きな声で、私が日本語では言えないような、暴言を吐いてですね、楽しんでるというのを見て、一人で笑っています。ただ今、新聞にも書いてあるんですけど、このルチャリーブレのプロレスラーも、いわゆる3密の一種のスポーツになりますので、全く興行が行われておらず、収入を絶たれたということで、命を絶たれる人もいたということもありますし、かなり、厳しい状況になっているんです。このコロナが明けて、ルチャリーブレも再開されればですね、また行こうよという話をうちの会社の人間ともしとるんですけど、早くそういうふうになればいいなと思います。それと、下、これはちょっと私の推薦でもありますけど、ディズニー映画です。2年ぐらいですよね、ここ、日本のリベンジャーミートありましたが、この映画はですね、11月だったかな。死者の日という、日本で言うとお盆みたいな感じ。もうお盆と発想は全く一緒で、先祖が、みんなのもとに帰ってくる。で、それを、ベースにした、冒険映画になります。ここはメキシコ特有のですね、家族に対する愛情の深さ。またその愛情の深さをベースにですね、繰り広げられる冒険シーンというのが、画像も非常にメキシコって色彩感覚が、豊かな国です。ちょっと写真にもありますように、いろんな原色を使って、それを交えた、画像になっております。
まあ、そのストーリーもさることながら、この絵も非常に綺麗ですので、ご覧になっていらっしゃらない方はですね、一度レンタルビデオで Remember Me というタイトルで探してみられたらいかがかなというふうに思います。で、まあ、こういったプラスのところのイメージとは真逆になりますけども、やはり、マフィアについては、メキシコの裏の負の、部分ということとか、認識していただければなということで、ちょっと皆さんが銃を持ってですね、自動小銃みたいなのを持って覆面をしている写真がありましたので、載せました。マフィア、存知の通りですね、アメリカの麻薬の流通を、一手に、引き受け、アメリカに輸出をしている、集団ですけども、まあ、かなり、州ごとそのエリアによって、マフィアがいてですね、マフィア間での抗争、等々が日常茶飯事という感じで起こっています。で、まあ、ここには乗っけられないようなですね、目をそろえたくなるような写真とかが毎日、街角のですね、キオスクでタブロイド紙で、ここのメキシコの殺人件数っていうのは、4万件ぐらいあったのかな。まあ、100人ぐらいが命を落としていると。で、まあ、その中の中心というか、功績として一番高いのがマフィア間の抗争になります。で、まあ、直近でも1ヶ月少しぐらい前に、メキシコの私どもの会社から3キロぐらいのところで、警察庁の長官が、銃撃されてですね、まあ、銃撃戦になって、長官は命には別条なかったんですけど、警官が2人、あと、通行していた一般市民の女性が流れ弾に当たって、死亡といったような事件も起き、会社の周りにもですね、バックアップの、マフィアがいたようで、目と鳩の先の通りがですね、非常線が張られて封鎖されると、いたといったような目撃してですね、まあ、日々感じることはないんですけども、やはり起こり得ることかなという、まあ、危険を身近に感じたシーンでもありました。ということで、やはり、メキシコではですね、このマフィアという存在、まあ、これは政界にも、当然、その影響力は大きなものがありますし、これについて語るときに避けて通れない、一面かなというふうに思います。なるほど。はい、ありがとうございます。非常に分かりやすいですね。こうやって3つの切り口から見させていただきましたけれども。はい。ぜひ、あれですね、ここ、Remember Me は、見てみたいと思います。私も。ありがとうございます。ご覧になってくだ小さい。さな日の写真はよく見たことありますけれど、この骸骨のあれですよね、そのモチーフというか、小さな日の、メイクというか、そうですそういね。うものですね。はい。はい。こちらは非常あにそと、の骸骨をモチーフにした置物とか絵とか、そういったものが非常にポピュラーです。はい。あとは、ルチャリブレの楽しみ方についても、そんな楽しみ方があるんだっていうのを初めて知りました。ありがとうございます。はい。では次に、アメリカはとの関係ですかね。どうしてもやっぱりメキシコというと、その話が出てくると思いますが。私、大学生の時に、まあ、何かの授業で、この一番上にですね、こいつスペイン語になってますけど、ポブレ・メヒコ、タン・レホス・デ・ディオス、イッタン・セルカ・デ・スタドス・ウニードスと、かわいそうなメキシコよと、神に遠く、アメリカに近いというのを、もう昔の大統領が言ったらしいです。で、これを大学時代に、非常に、その言葉を非常に覚えてて、まあ、そういうイメージを持って、メキシコに、この2016年に初めて、メキシコを訪れたわけですけども、まあ、そうするとですね、やっぱり現在は違ってるのかなというのが、今、私の印象です。ここにありますように、経済関係がまあ非常に結びつきが強いと。皆さん、ご存知の通り、NAFTA というものが94年にできて、アメリカ、カナダ、メキシコ、まあ、ここの、経済関係が
強まってですね、輸入をする、半分近くがアメリカ、輸出が8割ということで、アメリカを抜きにはメキシコの経済、また直近までのですね、経済成長というものは語れないというような状況です。で、ご存知の通り、メキシコ人の移民というものもアメリカには多くてですね、やはり、メキシコというのは格差、経済格差が非常にある国です。なかなかその低所得者層の人が、経済的な恩恵を受ける、そういった機会が少ない。そこでやはりアメリカに行って、生活を良くしたいということを思っている人はかなり多いというふうに思います。下のグラフですけども、これはメキシコ人のアメリカにおける移民者数ということで、そのナフタが94年、から見ますと、おそらくおおよそその協定以降ですね、移民が急激に伸びているということが見て取れるかなと思います。ですので、メキシコから見たアメリカというのは、上にあるようなそのアメリカに近いんで不幸ではなく、アメリカというものをうまく、利用して、またお金を稼げる、そういう希望の地というふうに捉えて、いるというのが私の、印象になります。で、メキシコは、下にありますけど、ラテンアメリカかなというのは常々思うことでして、当然、人の、構成はですね、スペイン系の移民、あと原住民との、混血が中心となって、街の雰囲気も含めてですね、当然言葉もスペイン語ということで、ラテンなんですが、あんまりですね、周りの会社のスタッフとかと話をしても、他のラテンアメリカの国、例えばそのブラジルとか、コロンビア、チリ、アルゼンチン、といったようなところに対して関心はあまりないと。いうふうに思います。やはりその経済的、あと地理的な関係でアメリカが非常に近いものですから、やっぱり皆さん、仕事も含めて一般生活の中ではアメリカの方に目が向いているのかなっていうのが私の、印象です。例えば、スポーツですね。当然、一番人気のあるスポーツっていうのはサッカーです。で、その次に何が来るかというと、アメリカンフットボールとか、あとはバスケットボール。で、この、アメフトとかバスケのプロリーグっていうのが、メキシコの地上波でも、放映されますし、アメリカンフットボールとか確か年に何回か、メキシコシティでも試合をするので、その時はですね、街の目抜き通りのところに、各チームの、ヘルメットを模したモニュメントが、置かれるといったような感じで、結構、経済的な面だけではなく、文化的にもですね、アメリカの影響を受けている、そんな国かなという感じがします。で、あとこれは余談ですけど、私はペルーにもいましたが、ここのスペイン語というのは、英語に結構影響されているところっていうのはあります。それはスパングリッシュとかっていう表現をする人も多いんですけど、このスパングリッシュはおそらくアメリカで、スペイン語を話す人がもっと英語が入っている、そういう 言葉をスパングリッシュって言うんでしょうけども、メキシコでもですね、ペルーでは聞いたことのなかったような言葉を使って、それの語源、ベースは何かというと、英語から来てるんだなという言葉が聞かれます。そういったところもあり、メキシコっていうのはラテンアメリカの一部でありますけども、かなり、
他の国とは違う感じ、よりアメリカに近く、よりアメリカに依存しているといったような感じを非常に受けます。まあ、地理的経済的に当然といえば当然かも分かりませんけど、そんな感じを印象を持っております。なるほど。はい、ありがとうございます。まあ、南米を、ね、よくご存知のであるがゆえに、じゃあメキシコのちょっと特殊性というか、ちょっと違うところっていうのがこうお気づきになられているということなんでしょうね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、そういう今ちょっとそのペルーとかっていう話もありましたけれども、お仕事の話にじゃあ移らせていただいてよろしいでしょうか。はい。今メキシコでその姫岡さんがされているお仕事につきまして、ちょっとお話をお聞きしたいなと思うんですが。自己紹介のところで、抜けましたけども、私ですね、味の素に勤めておりまして、1986年大学を卒業し、その年に、味の素に入社をして、現在に至っています。このプレゼン資料の、黄色の網掛けで欠けているところが、海外赴任をした法人とその所在地になります。92年、入社6年後ですね、ブラジルで、2000年に、ペルーで、11年に、バングラデシュで、2016年、メキシコということで、通算17、8年ぐらいが、海外勤務で、入社して4年間の、国内営業、これは山口県にいたんですけど、まあ、ここを除くとですね、海外事業部関係以外の、例えば甘味料とか監査、調味料、まあ、こういったところでも、一定の海外との、コンタクトがありましたので、まあ、ほぼほぼですね、入社30何年なんだ、35年、4年ぐらいですか、のうちの、ほとんどですね、まあ、海外関係ということで、携わさせていただいております。で、今、私が、勤めておりますメキシコ味の素についても簡単に紹介させていただきますが、設立がですね、2009年4月ということで、まあ、比較的というか、まあ、非常に、若い会社、新しい会社になります。で、ビジネスはですね、調味料の輸入と、製造販売、これを、しておりまして、顧客先はですね、まあ、皆さん、弊社についてはスーパーマーケット等で、見られる商品があるかと思いますが、メキシコでは、スーパー等では、スーパー向けの商品、いわゆる一般消費者様向けの、商品は販売しておりませんで、すべて外食産業向けということで、レストラン、ホテル、あと産業給食、まあ、こういったところにですね、私どもの、調味料の、まあ、大型版ですね、2キロとか10キロとか、まあ、こういった容量で、レストラン、等々にですね、私どもの商品を今販売しておると。で、まあ、ここに3つ、ロゴマークがありますが、こういったところにですね、商品を販売しています。この右にあるスシローっていうのは、後ほどまたちょっと簡単に触れさせていただきますが、日本食のですね、チェーンレストランになります。で、まあ、商品として先ほど調味料と申し上げましたが、皆さんご存知かと思いますが、商品の味の素、あと、本だし、まあ、これは日本でも販売させていただいておりますが、これをですね、日本から輸入をし、販売しております。また、現地で、開発をした調味料、これはメキシコ系のですね、レストラン、ホテル等々に、販売をする商品ということで、アジサゾンという商品を、売ったり、あと、アジジェリーというのは、まあ、ゼリーの素ですね。こういったものをですね、外食産業向けに、販売をしております。
武田すいません。これが会社の案内なんですけど、これあと続けてよろしいでしょうか。はい、どうぞ、はい、お願いいたします。で、今、私どもの、会社のですね、業務について、簡単にご説明をしましたが、この中で、日本食レストラン向けの商品、ほんだし、味の素等々、販売してるんですけども、メキシコにおいてですね、今、日本食レストランがおおよそ5000軒ぐらいあるというふうに、言われています。これはトレンドとしては、伸びはかなり高くてですね、私の、いるメキシコシティの事務所の周りでも、新しいお店がそうですね、半年に1軒ぐらいずつこう出てきているような、そんな感じです。で、その中でも、5000軒ある中で、なんちゃって日本食レストランと本格的なところと分かれるんですけども、このなんちゃっても含めてですね、日本人が顧客というよりは、メキシコ人が、非常に日本食に対してポジティブに、イメージを持っていまして、メキシコ人のお客さんが非常に多いというのが一つ特徴になります。で、当然日本食っていうのは、メキシコの料理に比べて、そうですね、1食あたり倍ぐらいの値段を取られるんですけども、中流から上ぐらいの方は、日本食を食べるのは非常に頻度が高い。で、また日本食に対するイメージも美味しい、健康的であるといったようなイメージを持っています。これはこの間私どもの会社で東京と一緒に調査をしたんですけども、お寿司以外にですね、ラーメンとか、あと、とんかつとか揚げ物ですね。それと、焼き魚。こういったものが非常に好まれています。で、お寿司の場合はアメリカと同様にスシロールと、ここにお店の名前がスシロールっていうのもありますけども、それ以外にやっぱり握りもですね、ここのところ、出てきてますし、握り、いわゆる生魚を、食べるということに抵抗を持たない人も増えてきてるかなというふうに思います。あと、こちらでびっくりしたのは、そのメキシコ人の人たちが、お箸を非常にうまくするんですね。バングラデシュの時に一度日本食に連れて行ってお箸を持たせたんですけど、全く使えないと。両手でお箸をなんとか、使って食べて宿泊してるというのを見て笑ったことがあったんですけど、こちらの人は、皆さん、もう使い慣れてるというような、感じです。で、またラーメンもですね、人気があるのが、醤油がまずあるんですが、その次に来るのが豚骨なんですね。で、あと醤油と豚骨を混ぜた、スープ、これも、人気があります。やはりメキシコの料理と比べると、日本食というのはあっさりしている、先ほど申し上げた健康イメージというのもそこにつながってくるかと思うんですけども、やはりそうは言っても、味の濃いのはメキシコ人好きなので、豚骨と、これは匂いでかなり最初は嫌がるんじゃないかなと思ったんですけど、慣れてしまえば、匂いも含めて、美味しいというふうに言うメキシコ人が私の周りでは多いというのが意外でした。そうですか。すごく興味深いですね、それ。ここは面白いですね。じゃあ、かなり、特にロールではなくて、その握りが今、こう、人気が出てるっていうのは、特に私、びっくりしましたけれども、日本食の数も増えるとともに、じゃあ、日本食に対する知識とか、それから思考っていうのもどんどん広がってるっていうことなんですね、今ね。そうですね。そういったところは調査でも見てきて、まだまだこれからその日本をベースとした関連のビジネスというのは、有望だよねという話で、商品開発にもつなげていきたいなというふうに考えているところです。なるほど。非常に興味深い話ですね。ありがとうございます。さあ、それでは、時間も
迫ってまいりましたけれども、まあ、姫岡さん、先ほどご紹介いただいたようにたくさん その海外駐在歴がありますね。長い駐在歴ございますけれども、それぞれいろいろ思い出とか、ビジネスパーソンとして感じたこととかあると思うんですけれども、まあ、その辺り、メキシコ以外の国も含めてご紹介いただけますでしょうか。はい、先ほど申し上げた海外の、赴任国を一つの表にまとめて、まあ、私の、試験的なところでいろいろと、お話をさせていただきたいと思います。でこの、表のところで、国、その次に親日度とありますが、まあ、国によってやはり日本に対する親しみ、これは結構住んでる、私生活、あと仕事、業務ですね。まあ、ここにやはり大きく影響するところなので、この、見方を入れてみました。まあ、あと業務について、あと雑件で。まあ、ブラジルは先ほど申し上げたように、最初に、経験した海外、でまた最初の赴任国ということで、まあ、親日度は、皆さんもご存知の通り、日系の移民の方の存在のおかげで、親日度は大と。でまあ、そこで私は、まあ、営業部長として、まだ30歳で、行ったわけですけども、まあ、ブラジル人の人っていうのは非常に、仕事については自分の意見を、はっきりと、言うというのが、印象的です。まあ、ここの括弧のところで、理論的かは別としてということですが、何でもやはり自分の、考えていることを、はっきりと、正直に出すというところを非常に印象に、残っています。なるほど。で、まあ、ここに雑件のところに書いてますけど、気取らない国民性で、誰も受け入れる、まあ、今でも、一番好きな国の、一つになります。でその後ですね、日本を経てからペルーに行ったわけですけども、まあ、ペルーも日系社会が存在しているということもあり、親日度はブラジルほどではありませんけど中からないかなというふうな感じです。まあ、ここではやはり販売とあとマーケティング関係の仕事をし、新製品と、新事業の立ち上げをしました。ペルー人は、非常に、真面目、というのが私の、印象で、未だにそういう、イメージを持っています。でここはですね、おそらく食文化では、ラベ随一で、私どもの会社の中では、日本人が海外に生活をして、まあ、その食の中で一番、合っている国の一つ、あと、まあ、中国とベトナム、ペルー、この3つは、食べ物おいしいよねというのが、弊社のですね、中での共通認識です。まあ、セビッチを含めて、あと中華系の、料理の影響もあり、中華料理も美味しいですし、それと融合した、ペルー料理というものもですね、非常に、美味しいです。魚等もですね、新鮮なものが食べれますし、素材を生かしてそこに、アヒとかいろんな、調味料、これをうまくミックスさせてですね、料理を仕上げると。ブラジルはちょっとそういう調味料とかの繊細さっていうところは少し、弱いです。ペルーはそこら辺はかなり、発達している、国かなと思います。まあ、食に対して興味をお持ちの方で海外のものをということであれば、ペルー料理っていうのは、一つ、注目いただければなと思いますし、まあ、東京、川崎等々でもですね、ペルー料理のお店、アルコイリスとかありましたので今もあると思います。ペルー人がやってるお店ですので、一度そういうところに行ってみられるのもいいかなと思います。はい。で、あと、バングラデシュ、ラベ系要因というような感じではなかったんですが、初めての、アジアの、赴任になります。まあ、ここは2011年に、私が行って事業、会社を立ち上げるということで、ミッションで行きました。まあ、バングラデシュはまだまだ、まあ、この国はですね、GDP がまだパーヘッド1000ドル強ぐらいということで非常に貧しい、国でありますけども、人口が2億を超えていまして、まあ、若い国、将来的には非常にポテンシャルを持った国です。
まだまだ田舎だけども、その分、非常に、人は真面目です。指示をしたことについて、それを一生懸命やり遂げようとする、そういう姿勢があります。そういったところは、なんかこう、昔の日本と近いものがあるのかなというふうに思います。ただ、一方、ご存知の通り、イスラム国で、世俗的なイスラムなので、そんなに生活に不便は感じなかったんですけど、そのタイミングでですね、テロが発生し、日本人が、何人も殺されるというような、悲惨な事件もありました。そういうところも、一部ありますけども、非常に若い国でこれから、伸びていく、成長していくということを、感じることができる、そういう面白い国でした。で、メキシコはさっきから言ってるんで、ちょっと外しますけど、あと生活、赴任ではないんですが、長期出張で、エジプトの方に、行ってた時期があります。中心はカイロだったんですけども、ここはですね、なかなか面白くて、初めての、アフリカというか、アラブだったんですけども、エジプトはアラブの盟主ということで、非常に、プライドが高いんですね。ただ自分たちはアラブ人なんだけど、ヨーロッパとも非常に近くて、よく、先ほどメキシコじゃないですけど、ヨーロッパを向いているなという感じがしました。で、あとですね、エジプト人なのかアラブ人なのかは分かりませんけど、非常に、直情的と言いますか、怒り出すと止まらないというようなところがあります。これは私じゃないんですが、私の同期が最終的にその立ち上げた、エジプトの法人の、法人長で行ったわけですけど、解雇をした人間からですね、ある日突然事務所に消火器を持って、押し込まれ、消火器をぶっかけられたとかですね、あと、アラーの紙に、この言葉が非常に出てくるらしいんですが、アラーに代わってどうのといったような感じで、自分を正当化するところが非常に強いと。ちょっと赴任する予定だったのが、バングラデシュになってしまったんですが、そこにいるとすごいことになってたのかなっていう感じもします。非常に面白い、印象深い、国でありました。いろいろとこうしてずらずらと、国で言うとですね、この、5カ国ぐらいが生活も含めて感じるところなんですけども、今、勘定してみるとですね、ほぼほぼ仕事ということで行った国は33カ国になります。で、業務上ですね、そこに行きますと、市場、公設市場とかですね、というところを回って、その、人々がどういうものを買って、どういうものを食べてというのを、見ることから仕事が私ども始まりますので、そういうところで人と話をし、いろんなその 見方、あと、生活様式というものを、見て、人々の生活を肌で感じることができたというのが、私、34年、5年目ですけども、これは非常に大きく、私の、人生の財産になったかなというふうに、考えております。で、最後に、これからですね、社会に羽ばたれる、皆さん、在学中の皆さんに、お伝えしたいこと、偉そうなことは言えないんですけども、私のその経験から言えることはですね、外を見ると。これは世界の国々を見る、知る、感じるということ。そして、外から見る。これは日本を見るということです。日本という国がいかに素晴らしいか。でも、そこにはまだまだ問題もあるし、世界のいいところ、そういったところも理解した上で、日本というものがどういうふうな方向に進んでいかないといけないのか、その時に自分としては何ができるのか、というようなところの、大局観を持って、今、いろんな業種がありますので、その業種の中で、自分の仕事を
をしつつ、そういった見方を常に持つというのが非常に大切になってくるのかなというふうに思いますので、常に外に関心を持って、また日本にも関心を持ってですね、社会人としてやっていただければなというふうに今考えて思っているところでございます。はい、ありがとうございます。最後に外を見る、外から見るという言葉がありましたけど、まさにあれですね、今よく言われるその国際人といいますか、まあ、グローバル人材の条件ということですね。そうですね。はい。まあ、そんな大した偉そうなことを言える、立場ではありませんけど。いえいえ、はい。まあ、職というそのお仕事をされる中で、ね、その中からお仕事の中でやはりそのそれぞれの国の文化も感じられたっていう、そういうお話を今日はお伺いできて、非常に参考になりました。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。それではそろそろお時間でございます。質問は特に、ないようでございますけれども、そうですね。このままでよろしいでしょうかね。はい、ええ。はい、じゃあ、そろそろで、じゃあ、その時間ですので、じゃあ、これで、じゃあ、終了したいと思います。はい。今日は非常に貴重なお話、ありがとうございました。どうもありがとうとございてまもしりなた。くですね。はい。スペイン語とポルトガル語を並べていただきましたけれども、はい、さまざまな国を股にかけて仕事をされる姫岡さんの話でございました。引き続きメキシコでのご活躍を、記念しております。まありがたとうごどうざいまぞす。よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございましはい、あた。りがとうございました。失礼いたします。失礼します。